his own country by my hands, then I am more than willing to take that and run with it. You know, I'm here for Japan, and I'm here to perform, and for myself most importantly, but to build new fans and give these guys the experience of a lifetime. 質問としましては、2019年ぐらいだったと思いますけども、あなたが朝倉未来選手に対して、まあ、戦いでいいと言ったようなこと、言葉を発したかと思うんですけども、実際、このあと、今後、朝倉選手との機会というふうなのは、引き続き望んでいくものでしょうかと。で、答えとしましては、確かにそうです。ただその前にキム・スーチョウ選手という素晴らしい選手を撃破して、素晴らしい選手を撃破して世界にやはり自分の名前を知らしめたいというふうに思っていますし、浅川選手としては前回私を避けたかと思うんですけども、今回の試合を見るともっと私と戦いたくなくなるような気持ちになるのではないかというふうに思っています。